お願いいたします。お願いします。さて準優勝戦は逆転での一着となりましたけれども、はい、まあ、そのレースの中では自分の足はいいなという再確認、はい、もうスタート練習から言うことなかったです。改めて特徴を教えていただけますか。もう全部いいと思います、うん、今日は晴れてきましたけれども問題ないですかね。朝乗ってちょっと重さがあったんで、はい、外回りで合わせたらだいぶ良かったんで、まあ、このまま行こうと思います。まあ、昨日は特に良かったということでしたけれども今日もそれをキープできるそうな感じでしたかね。はい、はい、もうできてると思います。他のメンバーとの比較いかがでしょう。部分部分で石川さんとかの方がやっぱ瞬間の足はいいと思います。ただここは譲れないぞという。そうですね、はいはい、スタートも昨日どうかなっていう中でしっかり行けましたかね。はい、もう感は合ってます。もう自分のスタートを行ってる、はい、あとはもうどれだけ自分が行けるかだけです、うん、はい。まあ、前節はやはり佐賀の上野選手が優勝されましたけれども、はい、続いてと続きたいですね、はいはい。それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。思い切ったレースしますんで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きましては2号艇石川慎司選手です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて昨日は準優勝戦振り返ってみて改めてどうだったんでしょうか。そうですね、まあスタートしたら横2人いないんでやばいと思ったんですけどね、福島選手がねいなかったんでね、まあ今日はいなくてもいいですけど、はい、まあ今日そのではスタートが一つ課題というところにもそうですね、まあ行けてる方だと思うんですけど今節は、うん、ただ今日ちょっと気象条件がね昨日と全く違うんで、はい、ちゃんと掴んでいこうかなと思ってます。レースごとにだいぶね調整もされている中で今日の気象っていうのは、うん、条件っていうのはどうですか。うん、まあね、晴れてからまだ乗ってないんで、ちょっと乗ってからですね、はい、合っていればもうある程度納得のところには近づいて、うん、まあ日に日によくはなってると思います、うん、はい。さあ2枠になりますけれどもしっかりその枠からイメージっていうのはできてますか。まあ、ピット離れが出れば取るつもりではいます、うん、はい。やはりそこは狙っていってと、うん、まあ、出なかったら出なかったでしょうがないですけど、うん、はい、出たら遠慮なくいきます、はい。優勝だけを狙ってという昨日お話もありました、はい。最後に一言お願いします。はい、この11月12月でちょっと僕の人生の中で大きな行事が2つあるんですけど、全部11月12月は全部優勝しようと思ってきたんですけどね、前節ちょっと優勝できなかったんで今節は本当に気合が入ってます。優勝します、頑張ります。ありがとうございました。石川選手でした。続きまして3号艇下川貴文選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ昨日は準優勝戦6枠からの2着、はい、はい、気持ちよくレースはできましたかね。できましたね、はいはい。足の部分今はどうですか。足はたんまり中心にいいと思います、はい、それはある程度初日から良かった部分ですか。そうですね、もうそういうセッティングでもうそういう方向でやってるんで、うん、はい、なるほど。さあ、今日はまたね気象条件変わる中で問題なさそうですか。そうですね、問題ないと思います、はい、変わらずいい。変わらずですね、はい。そうなるとモーターにある程度力も感じながらっていうシリーズだったんですかね。そうですね、はい。3号艇になりますけれどもコース取りも含めてどんなイメージでしょう。基本枠なりで、はい、1マークどんなレースしたいですか。思いっきりいきたいですね。思いっきり、はい、攻めていきたいような。そうですね、はい、足的にもそんなレースができる、まあ、そういう感じの、はい、セッティングなんでそうやっていきます、はい。スタートの見え方は今節どうですか。スタートが全然分かってないんでちゃんと掴んでいきたいですね、はい。さあそれでは最後に一言メッセージお願いします。頑張ります。ありがとうございます。続きまして4号艇小野優作選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今シリーズなんですけれども予選の序盤は、まあ、普通かなぐらいのお話されてました。足的には、まあ、乗り心地がいいだけで足は普通かなと思ってました、はい、思ってました、はい、変わりましたか。そうですね、今日朝大久保と合わせたけどそんなに伸び負けすることもなかったんで、ええ、日に日にいつの間にか良くなってました、うん。でも伸び寄りの感じですか。全体的に底上げできた形ですか、うん、全体的にそうですね、底上げできて乗り心地は相変わらずずっといいままです、ええ。まあ、今節なんですけれどもね、順位は競り勝っての2着ありましたけれどもでも、はい、最後は優勝をもちろん目指してと、はい、そうですね、前回4着だったんでまあそれよりいい成績を残して帰りたいです、はい、スタートはいかがでしょう。
まあ、自分の平均ぐらいしかちょっと分かってないんで、まあ、優勝戦なんでもうちょっといきたいと思います。はい、それでは最後に一言、優勝に向けましてメッセージお願いします。はい、3周目まで精一杯走ります。応援してください。ありがとうございます。続きまして5号艇福島由紀選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、昨日は追い上げて追い上げてという中、そうですね、なんとか、まあ、東京ね、一人乗ってきましたけれども、さあ、足としては準優勝戦どうだったんでしょうか。足的にはまあまあいってたんですけど、ちょっと合ってない部分があったので、多分スタートも遅れてしまったんだと思います。それっていうのはこう昨日のレースだけそんな感じだったんですか、それともちょっとずれると、まあ、そうですね、ちょっとゾーンが狭そうなんで、気をつけて調整したいと思います。今日もね、天候変わりましたので、その辺どうですか、調整としては難しそうですか。そうですね、毎日難しいんですけど、気をつけてやります。はい、5枠になりますけれども、コース取りなんかはどうでしょうか。まあ、基本枠なりで行こうと思ってますけど。5号艇このコースからのスタートというのは、まあ、ダッシュなら問題なくいけると思うんです。はい、はい、それでは優勝に向けましてファンの皆様に一言お願いします。はい、地元で恥ずかしいレースできないんで、思い切って行きたいと思います。応援よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。続きまして6号艇久田俊幸選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、この優勝戦メンバーとモーター比べても数字ちょっと低いですよね。なんですかね、これね、もうただそれでもここまで残ってきたというのは、よくできました。気持ちで負けないぞというのはありましたか ね、 ね、はい。まあ、改めて船足というのは今どう感じてますか。16% ですね。はい、だいぶ上がいますけれども、そんな中でどうしましょう、気持ちで、レースで、まあ、平和島の、ね、お客さんがどういうレース見たいか、はい、ちょっとね、それに合わせてみようかな。どうですかね、皆さんね。まあ、チルトマックス、もしくは昨日スタートがいけなかった福島さんをマークするか、まあ、その辺ですかね。はい、福島さんも今日は行ってくれると思いますけれども、どうしましょうかね。じゃあ絶対行くんじゃないですか。ね、はい、はい。まあ、ただ昨日6号艇2本とも 2着でしたけれども、それ以上正直厳しいっす。はい、まあ、ただね、気持ちとしては気合としては優勝してという、そうですね、まあ、記録はないですけど気持ちは入ってます。はい、はい、では最後にファンの皆様に一言お伝えください。はい、精一杯3周やります。お待ちください。ありがとうございます。